お時間となりましたので、2021年度の春季、市民公開講座を始めさせていただきます。本日司会を務めさせていただきます。昭和大学横浜市北病院、内科の石田と申します。最初に、本日のスケジュールご案内させていただきます。本日、2部構成となっておりまして、最初の講演13時半から約40分間、予定をさせていただいております。休憩を挟みまして、14時半から第2部という予定にしております。質問に関してですけれども、随時受け付けております。画面の下の Q&A、というところから、質問ある方は、入力をお願いできればと思います。チャットですとか手を挙げるという機能もあるんですが、こちらでは質問を受けできませんので、必ず Q&A、というところから入力をお願いできればと思います。それでは、早速第1部の講演を始めさせていただければと思います。少々お待ちください。第1部の講演ですけれども、当院の感染管理室長であります、鈴木浩介先生からご講演をいただきたいと思います。鈴木先生、感染管理室長とともに、普段は呼吸器外科でご診療に当たられてまして、もう本当に、新型コロナウイルス感染症の対応としても1年以上当院で最前線で頑張っていただいている先生でございます。本日は当院における新型コロナ感染症対策とがん診療というタイトルでご講演をいただきます。それでは鈴木先生、よろしくお願いいたします。はい、すみません。私、昭和大学横浜市北病院の感染管理室の鈴木と申します。今回は、春季公開講座ということで、テーマはがんということでありますので、がんと新型コロナウイルスについてのお話をさせていただこうと思います。それでは早速始めさせていただこうと思います。今回、当院における新型コロナ感染症対策とがん診療についてということでお話しさせていただこうと思います。当院昭和大学横浜市北部病院は、病床数689床の病院でありまして、地域のがん診療拠点病院として、がん診療、多くの診療科で、がん診療を行っているといったような病院でありますけれども、今回の新型コロナウイルス対応に関しては、神奈川県の神奈川モデルというものの、高度医療機関重点医療機関協力病院ということで、主に重症者、中等症の患者さんの診療を行っている病院であります。先ほど石田先生の方から、ご紹介いただきましたけれども、私、普段感染管理室長としての仕事とともに、呼吸器センターの外科の方でがん診療、それから化学療法もやらせていただいておりますので、新型コロナ対応と、がん診療両方をやっている立場の人間として、少し、お話しさせていただければと思います。新型コロナウイルス感染症発生というのが、2019年の12月に中国で原因不明の肺炎というものが報告されたところから始まりまして、その翌月には原因が新型コロナウイルスであるということが分かっております。あっという間に世界中に広がりまして、1月半ばには日本で1例目の感染者を確認されております。2月の頭に、横浜にはクルーズ船のダイヤモンド・プリンセス号が寄港したということがありまして、当院としての対応もここら辺から始まっているということになります。
で、2020年の2月の7日以降、当院から DMAT 対災害医療派遣チームですけれどもダイヤモンドプリンセスの方に派遣をしております。この写真がごめんなさい、こちらうちの DMAT 隊の、ちょうど車が映っておりますけれども、そういうような形で対応を始めて、感染管理室としてはその DMAT 隊員の感染対策というところの指導も、当たっておりましたが、ちょうどその頃から市中でも疑似症の患者さんが増えてきていてという状況で、なおかつダイヤモンドプリンセス号からの患者受け入れなども始めて、新型コロナウイルス対応がスタートしたという、ことになります。で、当初我々としては、新型コロナウイルス対応の目標としては、新型コロナウイルス感染症治療体制をとにかく確立するということと、院内感染を防ぐということ、またとにかく一般診療に与える影響を最小限にしたいということがありまして、その実現のためにいろんな対策を立てました。で、まずは、普段から日常的に病院というところは感染防御策の徹底というところが必要な場所ではありますけれども、そういったマスク着用、手指衛生といった、感染防御策をさらに徹底していただくということを職員の方々に呼びかけさせていただいた。そして、新型コロナウイルス患者さんが、いらっしゃった場合にはもう徹底したゾーニング、その感染してない方と感染している方をしっかり分けるといったような、対応、それから、実際そういった患者さんを見る場合には、確実に、防護具をつけるということを徹底していくということで やりました。で、こちら普段から病院内で行われている手指衛生の、タイミングですけれども、全部でだいたい5箇所を、5つのタイミングで手指衛生をしましょうということを日頃から呼びかけております。で、実際その手指消毒の仕方とかこういったことも、もう一回見直していただくという形で、各部署に、指導を行わせていただいたということです。で、また、ゾーニングということですけれども、その感染している方のいる場所と、そうでない人がいる場所っていうのをしっかり分けるということで、そのゾーニングというのはテープ1本あればこのような形で感染ゾーンと感染してないゾーン、感染しているゾーンのことをレッドゾーンと言いますけれども、そういった区分けはできるんですが、実際その線だけではやはりどうしてもこう間違って入ってしまったりとかそういったリスクがありますので、視覚的にここはレッドゾーンなんだよということが分かるような形で、赤い札を掲げたり、実際床にこのような形で文字を書いたりというようなことで、ゾーニングをしております。で、レッドゾーンでの診療にあたってはこのような形で、フル PPE と言いますけれども、完全防護の状況で、診療にあたるという形でやっております。で、このような形で、いろんな場所にここはレッドだよというのが分かるようにする。で、逆に、レッドではなくて、比較的清潔な場所に関してはこの青い札を貼って、視覚で分かるようにしていると。で、またそのレッドゾーンから出るときに関してはこの準汚染区域というものを設定して、ここでその防護具を脱ぐと、着脱するという場所を作っております。で、さらにその奥はもう清潔な場所になりますので、扉を開けるときも手を使わないでできるだけ肘で開けるといったようなことがこう目で分かるような形にしております。で、またやはりこのフル防護のこの防護具というのが表面にウイルスついていますので、これを脱ぐときというのが一番やはり医療従事者はリスクが高い状況になりますので、その脱ぐ手順というのが重要になります。順番に、自分の体が汚染されないように、脱いでいくということで、その順番を全部掲示してこれに従って、確認しながら脱いでいくといったような形で、できるだけ感染リスクを減らすということを徹底してやりました。で、これ実際の診療場面になりますけれども、これは重症管理、人工呼吸器を つけた状況での診療になりますけれども、看護師さんも、これ私になりますけれども、医療従事者、医者の方も、皆
こういうような格好で、しっかり防護をして対応しているといったような形ですが、特に去年の夏場、だんだん気温が上がってきたタイミングになってくると、この防護具というのがかなり暑い、体温がこもってしまうので、ものの30分で滝のような汗をかいてしまうといったような状況になってしまうので、なかなか長時間ここで、仕事をし続けるというのが非常に大変な状況がありました。なので、休憩をこまめに入れながら水分補給をしっかりしながらというような形で対応しております。で、そのような形で、対応を進めていたんですけれども、昨年の、3月4月ぐらいの状況で、非常に医療用マスクとかガウンが不足したといったような状況がありまして、それに伴って当院でもやはりその一般診療もそのまま以前と同じように続けるというのが困難な状況になってきました。なので、やむを得ず4月の27日から一部の診療を制限せざるを得ない状況となりまして、おおむね1ヶ月半弱その診療制限続きましたけれども、その診療制限を行っていた5月昨年の5月に関しては手術件数も前年のマイナス 42%、 内視鏡の件数も前年のマイナス 40% と、いずれもやはり4割近い、件数の低下を、認めております。で、こちらが日本肺がん学会が、先日行ったアンケート調査の、結果になるんですけれども、これは原発性肺がんに関しての、データになりますが、だいたい、いろんな治療を、肺がんに対して行われているわけですけれども、その前年との、患者数の比較で考えたときに、トータルでマイナス 6.6% の、患者数の減少があったと。で、年間日本では、肺がんの罹患数が13万人と推定されますから、それから考えるとだいたい全国で8600人ぐらいの方が、肺がんの治療機会を喪失しているといったような可能性が示唆されるといったような結果でした。で、これは肺がんに限ってのことなので、他のがん種も入れるとかなり多くの方が肺がん診療の機会を逸したということが考えられます。で、ここで、そもそもウイルスって何なのかというところを、簡単にお話しさせていただくと、そもそもウイルスというのが、生物としての構造を持たないという特徴があります。いわゆる細胞というのを持っていなくて、遺伝子とタンパク質からなる粒子であるということで、これをもうウイルスは生物ではないよというふうに述べている、ものもあります。で、なおかつ自分で増殖することができないので、他の生物の細胞内に入り込むことによって、その中で遺伝子を増やしてその細胞を壊して外に出ていって広がっていくといったような特徴を持っています。なので、ウイルスというのはそもそもその遺伝子を残すということに非常に特化された、一番効率のいい形で遺伝子を残すために存在していると言っても過言ではない存在でありまして、その遺伝子というのは何かっていうところで、多くは人間も含めて DNA というものを遺伝子として持ってるんですが、ウイルスに関しては DNA というこの二重の螺旋というのを見たことあるとは思うんですけれども、このような形をとっている遺伝子を持っているものもあれば、この二重の螺旋ではなくて一本しかない RNA というものを持つというものの、いろんなタイプがありますが、特にこの RNA1 本しかないものに関しては、こうお互いこうつながりがないので非常に不安定なので変異を生じやすいというような、特徴があります。で、コロナウイルスというものに関しては、これが、電子顕微鏡の写真になりますけれども、このような丸い形をしています。で、コロナというのはギリシャ語で王冠というものを意味しますけれども、日食とかで見えるこの太陽の周りにあるこのコロナというものに似ているということから、コロナウイルスというふうに名前がついています。で、今まで、人に感染する、コロナウイルスというのは全部で6種類、知られております。で、一般的にこちらの4種類に関しては、風邪の原因になるような
ウイルス。で、あとは20年ほど前に流行った SARS ウイルス、それから10年ほど前に流行った MERS ウイルスというのの6種類がありました。で、今回、人に感染する7番目のウイルスとして見つかったのが、この新型コロナウイルス、SARS-CoV-2 というふうに表現されますけれども、こういったウイルスになります。で、5月の23日、先日の状況ですけれども、まあ、感染者数が世界で1億6700万人という状況、日本で72万人の方が感染しておりまして、まあ、死亡者数としては世界で346万人、日本で1万2000人という数になっています。で、まあ、皆さんご存知だとは思うんですけれども、日本ではまだ指定感染症という取り扱いでありまして、まあ、新型コロナウイルスに陽性になった方は原則隔離となります。で、またその陽性者の濃厚接触者にあたる方も隔離に準じた対応というのが必要になってくるというような状況があります。で、主な感染経路は飛沫感染になります。まあ、口から咳とか、会話とかで飛び出た、唾液とかの飛沫が、他の人に入って感染が成立するというような経路になります。で、感染可能期間がこの発症2日前というのがなかなか難しいところで、発症する前からウイルス出てますので、まあ、気づかないうちに人にうつしている可能性があるというようなの特徴も、持っています。で、先ほどお話ししたその RNA ウイルスというタイプのウイルスでありますので、非常に変異を起こしやすいということで、まあ、概算してだいたい2週間でその RNA の1箇所に変異が起きてくるという、まあ、比較的変異の早いウイルスでありますけれども、まあ、そういったところから最近、まあ、いわゆるインド株であったりとかイギリス株とか、まあ、いろんな変異株言われてますけれども、そういった変異株が生じやすいといったような背景があります。で、まあ、そのコロナウイルスの感染症のことを COVID-19 というふうに表現されます。で、その COVID-19 の臨床経過に関しては、だいたい8割ぐらいの方は、まあ、軽症であったりとか、無症状であったりとか、そういった、ところで経過をしていきます。で、そのまま、治ってしまうという方が多くを占めるわけですけれども、約 20% の方に、まあ、肺炎が起こって、呼吸状態の悪化をきたすというような、特徴があります。で、だいたいこの肺炎が悪くなって呼吸が悪くなるというタイミングが、発症してから1週間後ぐらいに起こってくるというような特徴がありまして、ウイルス自体の問題、まあ、感染してそのウイルスが増殖していく中でどんどん悪さをしていってというところだけではなくて、その1週間の間に体の中の免疫が過剰に反応してしまって肺炎がどんどん悪くなってくるのではないかというような、知見もだんだん増えてきている状況ですけれども、そのバックグラウンドとして、やはり重症化するリスク因子として挙げられているものとしては、65歳以上の高齢者、それから悪性腫瘍を持っている方、2型糖尿病であったり高血圧であったり脂質異常症、肥満といったいわゆる、成人病と呼ばれるような、バックグラウンドを持っている方に、まあ、重症化のリスクが高いのではないかということが言われております。で、当院における新型コロナウイルス感染症の患者の推移になりますけれども、まあ、4月から対応を始めてずっと、今日に至るまでやってますけれども、まあ、第1波が来て、第2波が来て、第3波という大きな波が来て、今第4波の最中であるというのが、まあ、この患者数見てもわかるかなと思います。なので、まあ、実際この第3波の時とちょうど今年の、お正月ぐらいですねの時期というのは、非常に、まあ、病床も逼迫した状況が続いておりました。新型コロナウイルス感染症に関して、現状今重症度、まあ、症状の強さというのが4段階に分けて考えられています。軽症、中等症1、中等症2、重症と3つに分かれているんですけれども、この軽症と中等症1というのは、酸素の投与は必要ないぐらいの、まあ、症状であると
ということが多いです。ただこの中等症2以上になってくるともう酸素の投与が必要になってきて、この状況になるとやはり急速に呼吸の状態が悪くなる方がいらっしゃるので、まあこういった患者さんを主に当院では、治療に当たっております。で、当院で、入院で見た患者さん、これまで163人いらっしゃいますけれども、平均年齢がだいたい 64.5歳という結果になっています。でそのうち軽症、中等症という、まあ、酸素投与も必要ないぐらいの症状の方というのが、まあ、平均年齢50代になってますけれども、だんだんやはりこう症状が強くなるに従って、平均年齢が高くなってくる。で残念ながら、お亡くなりになった方が14人いらっしゃいますけれども、その平均年齢が 83.4 歳ということで、やはり年齢とともに重症化リスクが高くなってくるということを示唆していると思われます。でまた、まあ、いろんな背景に関して、ちょっと抽出して、表にしてみましたけれども、この BMI というのがボディマスインデックスといって、体重を、まあ、身長メートル単位ですけれどもの事情で割った数字になりますけれども、これが高いと、まあ、肥満傾向があるよということの指標になります。だいたい25以上が肥満とされます。で、まあ、一つの例ですけれども、身長170センチぐらいで、まあ、体重80キロあると BMI が 27.6、まあ、64キロぐらいで 22.1 と、だいたいここら辺がいわゆる標準体重とされるぐらいかなと思いますけれども、そういったところで見てみると、まあ、全体として、まあ、軽症中等症も合わせて、見ると、平均の BMI というのが 24.21 という結果になりますけれども、重症になった方に、特化して見てみると、まあ、70歳以上のご高齢の方というのは BMI 比較的、まあ、全体の平均よりも低いぐらい、むしろ痩せ型の人が多いぐらいの数字になってきますけれども、若年、69歳以下の、中等症に重症例に限って言うと、まあ、BMI が 27.6 とかなり高い、数字になっています。なので、まあ、やはり肥満というのが一つ重症化リスクの大きな要因になっているのではないかということが示唆されます。実際 BMI が30を超える、かなりいわゆる高度肥満とされる方というのがだいたい3割近くを占めているといったような状況もあります。でまたベースに糖尿病であったりとか、高血圧であったりとかっていうものを含む方、どうしても年齢高くなってくるとそれに伴って血圧も上がりがちなので、まあ、高齢者が多いということをこの高血圧は反映している部分もあるとは思いますけれども、やはりその糖尿病があるかとか、そういったことも重症化の一つの要因になっているのではないかということが示唆されます。で、飛沫感染ということで、先ほど、コロナウイルスが広がっていくよというふうにお話ししましたけれども、この飛沫の飛ぶ距離というのが、おおむね、大体これぐらい、会話で1メートル、咳をすると3メートル、くしゃみをすると5メートルぐらい飛んでしまうといったような報告があります。で、実際にこれ当院の呼吸器センターの上松先生からいただいた資料になるんですけれども、ちょっとお昼時でお食事されている方とかはちょっと申し訳ないんですが、このような形で飛沫がかなり、これ視覚化されるような動画なんですが、かなり飛沫が飛んでいるといったようなのが、で濁音とか破裂音というのはやはり遠くに飛沫が飛びやすい。でマスクをつけるとほとんどやはり飛沫が外に飛ばないというのが分かると思います。でたまに、街中を歩いて見てても鼻を出している、出してマスクつけている方いらっしゃるんですけど、そうすると、これだけくしゃみするとこんなに大量の飛沫が出てしまうと、いったようなこともあるので、やはりマスクはしっかり鼻までつけると、鼻までつけるとこんだけもう飛沫を予防できるので、やはりマスクというのがこの飛沫感染を予防する上で非常に重要な役割を果たしているというのが分かると思います。で実際にサージカルマスクと、いわゆる不織布マスクといいますけれども、これの効果について、
昨年、報告された論文があります。で、今回の新型コロナウイルスが流行る前の状況だと、まあ、欧米とかでは比較的やはりマスクはあまり感染防御の上で意味がないというようなこともずっと言われていたんですけれども、やはりこういうデータが出ることによってやっぱりマスクは重要だなというのが分かってきました。で、簡単に言うとハムスターをこのような形で、こちらにコロナに感染したハムスター、こっちに感染してないハムスターを入れて間に仕切りを置いています。で、感染側からしてない側にこう空気の流れを作って、どれくらい、コロナウイルスがうつるかというのを、見ている実験です。で、ここにいわゆる不織布の布を置いて、まあ、マスクと同じ素材の布を置くことによって、まあ、それで防護できるかというのを見ていますけれども、まあ、何もつけていない状況で空気の流れを作ると感染の伝播率が 66.7% であったと。で、ただ、まあ、感染している側、コロナにかかっている側にマスクをつけると伝播率は 16.7%、受け取る側、感染してない側につけると 33.3% であったというような結果で、まあ、そのマスクというのが、もちろんマスクをつけることによって人からうつるリスクもまあ団体半分ぐらいまで減らせるということはありますけれども、むしろかかった人が人にうつさないという効果の方が高いよというのを示唆する所見だと思います。なので人にうつさないというためにマスクをつけるということが非常に重要であると思われます。で、まあ、マスクに関してこれ、まあ、スーパーコンピューターの富岳でシミュレーションした結果になりますけれども、まあ、やはりマスク、不織布のマスクつけてると、まあ、かなり飛沫の量を減らせるよというデータではありますが、最近、まあ、いろんなタイプのマスク出ておりまして、まあ、ウレタンのマスクなどつけてる方、よく見かけますけれども、やはりウレタンのマスクだと息苦しさはないと、少ないというのはありますけれども、その分やはり飛沫は、かなり、飛んでしまうといったような状況もありますので、あとはもうこのマウスシールドっていうのをたまに、つけてる方見かけますけれども、これは飛沫がどうしても周囲に拡散してしまうので、まあ、ちょっと効果が乏しいということもあるので、やはりできるだけ不織布のマスクを選択した方がいいでしょうと、いうことになります。で、先日、ニュースになってましたけれども、まあ、アメリカの方で、ワクチンの接種を完了すれば、まあ、マスクを着用しなくていいよというような指針が出されておりますけれども、まあ、これを考える上で、やはり文化的な違いというのをやっぱりしっかり確認しておかなきゃいけないかなとは思うんですが、まあ、海外、特に欧米に関して言うと、まあ、よくテレビのドラマとか映画とか見ると外国の方って結構サングラスをかけている方結構多いんですが、まあ、僕らその日本人からすると目を見て話をするという文化を持っているものからするとやはりサングラスつけている方って結構威圧感を感じたりとかするんですけれども、逆に欧米の方は、口元が隠れているとやっぱり僕らがサングラスかけている人に抱く違和感と同じようなものを持つんではないかというような、意見もあります。なのでそういったところで、まあ、欧米はやはりマスクをあまりつけたがらないという文化的な背景があるのではないかという、考察もありますので、まあ、日本に関してはある程度そのマスクをつけるということが、許容される文化なんであれば、まあ、あまりこういったことにまで欧米に追従することなく、まあ、日本は日本なりのやっぱりこういった習慣化というのをやっていく必要があるのではないかというふうに思います。で、あとはしきりに、まあ、昨年流行り始めた時から、ずっと言われてますけれども、エアロゾル感染ということが言われています。で、これは、まあ、エアロゾル感染というのはその感染の学術的な、まあ、正式な、言葉ではないんですけれども、まあ、飛沫よりも小さな粒として、まあ、空気中に飛沫であればある程度重さがあるのですぐ地面に落ちてしまうんですけれども、まあ、小さい粒子だと一定時間空気中に漂う可能性というのが示唆されています。ただ非常に小さい粒子なのでそこに含まれるウイルス量もそんなに多くないということはありますが、ただ
この密閉した空間であったりとか、その高濃度であったり、それに長時間暴露されたりと、この3つの条件が整うと、まあ、感染が成立してしまうということが示唆されておりますので、まあ、そういったところを防ぐというところで換気が重要になってきます。なので、まあ、しっかり定期的に窓とか扉を開けて、まあ、サーキュレーターで空気の流れを作るとか、そういったことが必要になる。なんでこういったところで、まあ、3密を避けましょうというのが、まあ、よく言われているといったようなところがあります。で、まあ、今回がん診療というところで、まあ、テーマになっておりますので、実際この新型コロナ禍におけるがん診療というところで、お話しさせていただこうと思います。で、まあ、さまざまながん診療、あるんですけれども、いわゆる積極的治療と呼ばれる外科治療、薬物治療、放射線治療というものがありますけれども、やはりいずれの治療にしても、やはりコロナの、まあ、起こる重症化するリスクというのは、通常の状況よりもどうしても高くなってくるのではないか。やはり肺炎、術後の肺炎であったりとか、まあ、免疫抑制状態というのが、免疫を抑えられている状態というのが、まあ、そういった重症化のリスクになるのではないかということが、報告されています。で、また、まあ、体の中にがんがある程度、がんの量が多い状況では、やっぱり免疫のバランスも崩れているということもありますので、まあ、やっぱりそういった場合には、非常に注意をしていく必要があります。で、実際これ、コロナウイルスかかってしまうと、がん診療止まってしまうので、まずはコロナウイルスの治療をしなければいけないという状況になってきて、ある程度の隔離というものも必要になってきますので、やはりきちんと感染対策を、していただくということが重要になってくると思います。で、今、日本全国でワクチン接種というものが進んでおりますけれども、そのがん診療中に関してのワクチン接種ということで、日本がん治療学会と日本がん学会、それから臨床腫瘍学会の3学会合同の、ワクチンの、説明と Q&A というものが出ておりまして、まあ、全てのがん患者さんが死亡リスクとか重症リスクが高いというわけではないんですけれども、やはりその状況によっては、やはり死亡リスクが高くなる可能性というのが報告されております。で、ただ、このワクチンに関しては、今、いろんなその予防効果であったりとか、副反応の、リスクであったりとか、そういった報告、だんだん増えてはきているんですけれども、そのがん患者さんというものに特化したデータというのがなかなかない。それから、長期の副反応とか、まあ経過に関してのデータもまだ乏しいということがありますので、まあ、そのベネフィットとそれからリスクっていうのをしっかり、まあ、把握した上で、まあ、接種するかどうかっていうのは個人個人がやっぱりしっかり判断していくということが必要になってきます。で、まあ、その接種のタイミングに関してなんですけれども、手術に関しては、まあ、待機的にある程度、まあ、緊急手術とかも急いでやらなきゃいけないという手術であれば別なんですけれども、まあ、接種から、手術まで、まあ、数日間は空けた方がいいでしょうということが、まあ、こちらの方には書かれております。で、どうしてもやはり2回目、特にワクチン接種後、2回目に多いですけれども、熱が結構出る方がいらっしゃいますので、その熱が出た場合に、ワクチンが原因で熱が出ているのか、実際にコロナウイルスに感染したことによって熱が出ているのかというのも区別がつかなくなってしまうので、やはり入院直前とかにワクチン打ってしまうと、まあ、その熱の原因の判断ができないので、そのコロナ疑いということで、病院としてもやはり隔離である程度対応していかなきゃいけないというようなこともありますので、ある程度少し手術までの期間は間隔を空けて、接種していただくということが、まあ、重要ではないかというふうに思います。で、また放射線治療に関してもなかなかデータがない状況ではありますので、あまり確定的なことが、書かれていません。で、良いかもしれないというような非常に漠然とした表現になってますけれども、まあ、ただ、放射線治療に関しては、週末、土日が、照射がないことが多いですので、まあ、その照射のないタイミングで、まあ、ワクチン接種を受けるというのが、まあ、いいんではないかということが言われています。で、また薬物療法に関しては、まあ、抗がん剤の投与日、それから、まあ、骨髄抑制といって免疫
が、まあ、白血球とか、血小板とかそういったものが一番落ちやすいタイミング、それから投与 2,3 日以内というここら辺のタイミングでは、まあ、避けた方がいいでしょうと。先ほど言ったように熱の原因が結局ワクチンなのか抗がん剤薬によるものなのか、そういったものが分からなくなる。それからワクチンに関しては筋肉注射ですので、血小板が低い状況で筋肉注射するとやはり出血のリスクというものもありますので、まあ、そういったタイミングを避けていただいた方がいいかなと思います。でまた抗がん剤でそのある投与日が決まっている抗がん剤ではなくて、まあ、分子標的治療薬といったような、まあ、連日お薬を飲むような抗がん剤っていうものに関しては、まあ、特に避ける時期はないよということは書いてありますけれども、まあ、こちらに関しては今後のいろんなデータとかも、見てまた今後変わってくるんではないかなと思いますので、まあ、そのタイミングに関してはいずれの治療中であっても、まあ、主治医の先生とタイミングをしっかり相談してやっていただくのがいいんではないかと思います。で、まあ、そういった中で、当院先ほどその熱が出た場合に、疑いの場合にはその疑いとして隔離しなきゃいけなくなるかもしれないよというようなお話しましたけれども、そのやっぱり一番はクラスターにならないようにするということが、まあ、病院としては非常に重要であると考えております。でまあ、そのクラスターになるということが院内で感染拡大することで大量の感染者が発生してしまうということと、あとはその病院という場所がどうしても高齢者とか免疫抑制の患者さんが多い状況ですので、そういった中で重症化リスクの高い患者さんも多くおられるということがありますので、とにかくその疑わしい人に関してはそのコロナであっても大丈夫なように、しっかりやはりその隔離をして、まあ、コロナじゃないよ、大丈夫だよというのを確認してから一般の病床の方に移るという対応がどうしても必要になってきます。で実際に、2020年度のデータですけれども、当院の1日の平均患者数が外来で994人、で入院で562人という、1日あたりの人数になりますので、例えばこれがクラスターになって2週間、外来診療停止、それから新規入院停止ということになると、まあ、数万人の方に、影響を与えてしまうということになってしまうので、まあ、そのために、現在、いろんな、お願いをしております。で、まあ、病院入り口で、体温測定をさせていただいたり、あとはその病院の院内の出入りの動線をある程度絞るために入院中の面会制限であったり、中央棟の駐車場の閉鎖であったりとか、あとは入院中の面会制限とか、あとは、まあ、一旦入院すると、まあ、外出外泊は極力避けていただくということ、それから、まあ、入院前に PCR 検査などをやっていただくといったようなことで、ご協力をいただいているといったようなところになります。でまあ、そういったところで、まあ、今面会制限というお話させていただきましたけれども、まあ、あとは外出とか外泊とかもできるだけコロナうつらないようにやめといてねということでお話させていただいておりますけれども、やはりそういった制限というのがどうしても必要になってきます。で同時に、まあ、患者さんだけではなくて、まあ、病院で働く職員の皆さんにもいろんな制限をかけています。まあ、日常生活から診療中にかかわらず、まあ、いろんな制限をお願いしているところでありますけれども、そういった、まあ、患者さんの権利と職員の権利というものを制限している状況なので、その感染対策というのが本当にそれが意味あるものなのかというのはやっぱり常々考えながら、いろんな対策をその状況に応じて柔軟に変えていく必要があるのではないかなと日々考えております。で、まあ、実際に今いろんな情報が溢れています。でいろんな、ワイドショーであったりとか、まあ、いろんなテレビのニュース番組とかもそうですけれども、まあ、いろんな、単語が出てきます。今まで聞いたことなかったような、専門的な言葉であったりとかそういったものが出てきて、そういったことが非常に説得力のあるようなこととして、まあ、一気に広まってしまう。で、まあ、ある特定の個人の考え方が、まあ社会通念かのようにこう報道されてしまうこともありますので、まあ、なかなか僕ら医療従事者としてもどの情報が正しくてどの情報が間違っているのかというのを見極めるというのは非常に難しい状況になってきていると思います。でただやはり大事なのはその情報
いろんな情報あるんですけれども、特にやはり例えば不安を和らげるためにこれをやりますよとか、こういったことを医療従事者の不安を和らげるためにこういった対策をしますとかっていうお話もあるんですけれども、まあ、実際感染防御という感染対策というものを考えたときに、不安を和らげることによって油断が生じるような状況であっては、まあ、感染防御としては成り立たないということがありますので、不安があるんであればその原因になるものを徹底的に防御するという考え方が非常に重要になってきます。なのでそのためにはマスクの着用をして、手指衛生、それから3密を避けるといったようなことを、もう少しやっぱり続けていくということは必要ですし、あとはまあ日本人の、まあ、美徳とされていた部分もありますけれども、やはり多少体調悪くても仕事をするとか、そういったことをやっぱり今まで当たり前のようにやられてた背景もありますけれども、やはりそういった体調の悪い時はしっかり体を休めるということをやっぱり徹底するというのも重要なんではないかというふうに思います。で、今後、ワクチン接種がまあ進んだり、あとはそのウイルスの変異の方がまあどんどんいろんなタイプに変わっていって、まあ、もう少し状況が変わればまた対策も、緩めていけるようになるかもしれないですけれども、現状やはりその新型コロナを見ている病院も、限られた病院の限られたベッドの中で見ていかなければならないので、まあ、一度に大量の患者さんが発生すればやはり医療崩壊ということに結びついてしまう状況があるので、今は一度に一気に感染者を増やさずに、まあ、医療機関が対応できる範囲でやっぱりやっていくということが重要になると思いますので、でなおかつやはりそのがん治療されている方も含めてそうですけれども、リスクが高い方っていうのはとにかくやっぱりうつらないようにする、そして、まあ、そうでない周りの方々、万一感染したとしてもうつさないようにするというような、努力というのがもう少し、必要になってくるかなと思います。で最後になりますけれども、まあ、これまで新型コロナウイルスに対応ご協力いただいた患者さん、それから患者さんの家族、それから当院で働いている、全ての職員の皆さん、それから、まあ、非常に多くの励ましを地域の、皆様方からにもいただいておりますので、まあ、この場を借りて、感謝申し上げてお話としては終わろうと思います。ありがとうございました。鈴木先生、ありがとうございました。新型コロナウイルス感染症、当院での、あの診療の実際の様子ですとか、あとは、まあ、コロナウイルス自体の分かりやすいご解説、あとは、まあ、がん治療中の患者さんの、まあ、感染予防の注意点ですとか、あとはまあ皆さん関心の高いところだと思いますが、ワクチン接種の考え方ですとか、分かりやすく、お話しいただいて誠にありがとうございました。視聴者の方から一つご質問を来ておりますので、ご紹介させていただければと思います。81歳の多分、実際治療を受けられている患者さんかと思うんですが、大腸がんの大腸転移性皮膚がんの方で化学療法を行っています。コロナウイルスワクチン、接種した方がいいでしょうかということですけれども、どうでしょうか、鈴木先生。はい。まあ、やはりその化学療法、先ほどお話しさせていただいた通り、そのタイミングによっては、その免疫が落ちてしまって、やっぱりコロナウイルスかかったりすると、やっぱり重症化するリスクというのもありますので、まあ、その接種というものを検討していただくというのは大事なことかなと思います。ただやはりその元々のお体の状況であったりとか、そういったところでのリスクというのもやはり、まあ、熱が出たりとかというのはやっぱり起きる可能性ありますので、そこら辺のまあリスクベネフィットをやっぱりしっかり、考えた上で、まあ、主治医の方とあと、まあ、そのタイミングですね。どうしてもやっぱりその免疫が落ちているタイミングでワクチン接種してもしっかり免疫が成立しないんじゃないかっていう、まあ、データもありますので、そのタイミングをしっかり主治医の先生と相談していただくということが大事かなと思います。ありがとうございます。まあ、鈴木先生、あの最後にまとめていただいてましたけど、まあ、あのワクチンももちろん大事ですけれども、
治療中の患者さんもそうじゃない方も、感染の予防としてはやはりマスクの着用だとか、一般的に言われているような、密を避けるだとか、そういう、感染の、しないという、注意が、一番必要なのかなということで、お話をまとめていただいたと思います。それでは鈴木先生、ご講演ありがとうございました。ます。この後ですけれども、15分ほど休憩時間いただきまして、第2部、14時半から、開始させていただければと思います。第2部終了後にアンケートを実施いたしますので、こちらの方も、ご協力いただければと思います。それでは、第2部の方は14時半から開始させていただきますので、引き続きご視聴いただければと思います。それでは、第1部の方を以上で終わりにさせていただきます。ありがとうございました。します。